はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は北斗高校でモテモテ持ってんだ。まあ意味ないけどね。あまねちゃんを使ってやっていきます。45でお借りしてます。まあやっぱりあまねちゃんは45で使いたいよね。40で筋力ボーナス8の45で技術ボーナス10がつきますので、これはかなりでかいと思います。で、練習効果が15ついてます。で、あまねちゃんちなみに50になると練習効果30がつくんで、さらに火力が上がるんですけれども、ちょっと50を探し出すのは今のところ至難の技かな。出たばっかりなんで。で、ミート上限アップと補給上限アップの2つがついてますというところですね。で、一応この編成だと5上限アップかな、パワー以外の上限アップがついてます。で、総力上限アップの邪気を入れてるんで、ケンシロウどうしようかなと思ったんですけれども、ちょっとやっぱりケンシロウはいないと自分の立ち回り的にはかなりきついんで、ケンシロウを連れてきてます。なのでミート上限アップが、104になってますね。なんかあまねちゃんのミート上限アップの2つがね、あんまり意味ないっていう感じにはなってますけれども。あと、新アーティスト要員のミオ、ちゃんで、独身術守備上限アップの鈴木、肩上限アップの二宮というような感じです。じゃあやっていきますか。評価上げはね、まあ、ちょっとケンシロウ、ジャギだな。打撃はね、開けておきたい。やっぱり打撃は3人いますね、この編成だと。まあ、ジャギもねアシストくれるんで、ケンシロウをどうかなってちょっと悩みましたけれども、結局ケンシロウは入れてきたという、そんな感じ。ミオちゃんの評価上げときたいんだけど、あまねちゃんコツがあって二宮と2人か、体力も減ってるしな。まあいいや、こっちでしょ。4番チャンスメーカーで鈴木、ジャギ、からの2人か。ケンシロウいないんでちょっと開けとこう。これは二宮とかもうこれで乗ったんじゃん、なんとなくだけど。プレッシャーランが来てしまったか。まあいいや。あとはミオちゃんも上げていきたい。ケンシロウがいるけどちょっと無理なんで、ミオちゃん一回練習する。これでどうだろうか、評価乗るだろうか。あまねちゃん、あまねちゃんってなんて名前なの、読めないんだよね。カレンって言うんだ。これで威圧感はくんないのか、カレンちゃんだけど。で、天才の入部届持ち込んでます。千丸はつかない。これが最後の天才の入部届だったかな。ミオちゃんまだ乗らんか。もう一回くらい必要か。さすがにこれは無理だな。下流の生き様、何にもないね。パワーはマックスなんでいけるかな。まだ無理か。じゃあちょっとケンシロウと練習をして、ケンシロウからアシストをもらっておきますか。送球くれない、アシストをくれない。よし、開けといてよかったというところ。さらにケンシロウ入りくれ。よし、ミオちゃんももう乗ったっちゃ乗ったんで、あとは大丈夫。俺のペースにして、体力は重要。この高校はマジで体力重要って告白して、来ないので決戦。これでパワーヒワゲット、ここでパワーヒが取れるのがマジででかいよね。パワーヒだ。何でもカップル。これは何がいい、走塁にしとこう。ちょっと敏捷ポイント欲しいんで。
で、あとはどれだけ正規末が来るか、筋力飛ばす。どういう状況だ今。アシスト、アシストを次に持ち越したいよな。ファウルカーブで、ツボケン、ツボケンはマジで回復できる、でかい。でちょっと能力を一回合わせたいんだけど、その前に送球は取っておこう。パワーヒモ3でいいでしょ。圧球、代打、チャンスメーカー、ヘッスラホーム突入、まあ、いつもの通りショボコツを取っていきます。プレッシャー臨床が足りないってことは、あ大丈夫か、盗塁アシストは別に臨床使わないか。でこれが来てて、メンタル、はい、よし、これでアシストを残したまま持ち越せる。ラッキーセブン、ナイアンだ、ちょっといろいろ掴んだな。カップル、これは相手を紹介する。ゴマタがどうとかとか言ってんだ。ゴマタを追っかけていると噂の方ですか。これ剣士を入れてると、そうだよね、連打掴めるんだよね。で能力も上げたいんだけどな、打撃能力を上げて打撃を開けたいのよ、要は早めに。一応全部ちょっと揃えるだけ揃えようって、こっから見る。内野安打、またプレッシャーなんか取れなくない、そうすると。ドロー、さて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 、特にっていう感じなんで、デートを進めちゃいましょう。体力はマックスだけど、デートは詰まる恐れがあるん で、 でここはちょっと安定の本塁生還きた。打撃いいね。っていうかさ、臨床かんなそう。これ臨床も2枚入ってるんだよね。これどうしよう、走り込みにしよう。さてこのままいけるんで、走塁か、ダブルタックといえばダブルタック。走塁開けるか、2人いれば、まあ1人よりはね当たり前だけど、確率は高いんで。で打撃を開けたいけど無理だから、ちょっとデートしよう。で打撃練習をやって開ける、2つ開けてればまあまあまあっていう感じかな。次一発で開けられるのが一番いいんだけどね。アウト全然ダメやな、走力1上がった。打撃開けられるだけを求め、開けるの優先。一発逆転で、おお走塁微妙だけどね。てか筋力がすげえな。やるだけやっとこう、吹っ飛ばせるんで。全然わからん、黒板がさボッコボコだったけどさこいつは授業どうしてるんだマジで。で打撃、すさまじいのが来てるわけじゃないけど、あスカウトさんがいた、どうだ、そこそこ下流抜き球、これは練習あるのみでしょ。体力は減るけどしゃあない。でだいぶ溜まってきてるな。 BCD、 あちなみに邪気ね、あの上限1しか解放させてないんで。60だから足りんわな。 A、まあ、こんなもんか。で練習をするかどうか、あメンタルにでもコツがあるといえばコツがあるのか。二宮くん食べるジッターっけ、あと
ありがとうございます。でクリスマス前なんで練習はしておく。ブレイジヒター取れなかったし。さてどうするかな、肩か守備か、トキがいるのか。ちょっとトキからもらえることを信じて、アシストがインコース、アシスト、ネームイ、やる気が下がるのはもうしょうがない。クリスマス、よし、やる気上がった。代打はいらない。打撃、やる気がねちょっと微妙だからね。精神は排除完了、一発逆転。そろそろ回収するか。これなんだこれ、一番下でいいや、とりあえず。あっ、気打ちか、あっ気打ちなんて取ったよね、もう。小吉、あ、やる気さえ上がってくれればもういいです。ラベヒ取って、なんだかんだで技術が微妙だな。いぶし1か、連打も重いよな。ラッキーセブンは取っとくか。一発逆転はさすがに2だから、4番総力ブースト置いとこう。決戦、ちょっと待って、これ決戦使うのもったいなくない？アシスト、まあいいや、倒さないと話にはならない。アーティスト連打インコース、帳尻合わせ。やる気が上がんないな。でだいぶ溜まってきた。アーティストはちょっと忘れないうちに取る。流しも取るか。で、あといぶしも取ろう、帳尻合わせも取る、連打も取る。インコースは2、アウトコースが来たら悲しいけど、打開も取る。冷静は摂氏いっぱいだから取る。さて走塁、まあ、特に吹っ飛ばす人がいるわけではない。これであまねちゃん終わりか。まあまねちゃんというかカレンちゃん。エースキラー少しどうなんだよくわかんない。両方取れたな、石化と祝福。とにかくさ、便所欲しいんだけど、どうしようかな、微妙だよね。まあでもせっかくだからやっとくか。で次デートして、総力ブーストで回復させる。ケンシロウの金徳は身につけたい。で来てんな、90か、90か、どうすっかな。回復しよう。むしろさっきデートしてここで練習してた方が良かったかもしんないけど、先のことは分かんないんで、結果論にしかならない。やる気は下げられた。水はまあ体力あるから下でいっか。一発逆転ってでもコツもうつかまなかったっけ。ちょっと見てみよう。総力ブースト4でいいや。そうだよね、もう持ってるよね。祝福取っとくか。技術が足りない今度は。いや鈴木微妙だったらちょっとアシスト。あ、これジャギーがいるから、なんか勝手によくわかんないイベントが。両当たり上手、やった。これやる気上がるよね確か。うん、ミオちゃんのバレンタインイベントはマジでいい。でキャンディで広角打法、これ広角打法をつかめるのも美味しい。重い3だけどな。便所っていうか盗塁がね。石化は2か。
あーケンシロウがいてカツ開けられるのか、ちょっとこれ筋力やっちゃおう。アシストはねちょっと有効活用したいからね。キルヤ、これはちょっと逃げる。よくできた弟。あれこれってさ、なんかコツもらえなかったっけ下で。盗塁で筋力、ここもやりたいけどちょっと全員吹っ飛ばそう。覚醒王子マブと、てか独身術もちょっと取れないとね、そもそも話にならんから。やる気上がった、よしよしよし。ででよ、総力を上げていこう。いや肩と守備がしょぼいな。なんだかんだで敏捷がなくなった。ちょっと敏捷1個下げよう。回すこっちに、いけ、あれが足りねえ技術が。さすがに決戦は無理でしょう。今のうちにちょっと打撃だから開けておいて、2回目これ回復する、回復するね。イベント内容的にはだからいいよね。ポン、ケンシロウ来ない、アシストが来ない。ジャギ7ターンか、結構残ってんな。じゃあ総力負けとくか。で次はデートだな。もうこれハイエースアシスト覚醒王子頼む。よし目が開いてくれれば OK。 独身術、ケンシロウも失敗する可能性なんだよね。そういえば2だ、なんもないからちょっとデートして4回目。これどんくらい回復する。大して回復しねえ。女子アーティストは取りました、取りましたというか、よしこれ減るんだよね。いや結構厳しいな、倒せる。だって決戦優勢か。やっぱりもう一回デートして置くか。925新アーティストで減らさなくては。ちょっとデートしよう。これで回復して世紀末が来なければぶっ倒す。で世紀末が来たら世紀末。体力割と体力下がるよね。で決戦倒すでしょ。ここちょっと厳しいね。全回復できるかな。このまま永遠に練習していかないと無理かもしんない。明鏡止水、ちょっと待って人数見よう。えどうなの。はい筋力やばいかもしんない、全く見てなかった。窮地、下はろくなことにならないからね。技術で2ターンでしょ。パワー S にしとこう。4番どうする。2だ、あ大打撃取っちゃえばだいぶさばけんのか。4番くれるっていうところがね、免許システム取っちゃおう。冷静取ってあるから独身も取るでしょ、窮地取るでしょ。伸びか、技術余ってるわけじゃないからね。エースキラーも取っちゃうか。他一応盗塁は読んで掴み切っちゃう。電光石火も取ろう、取れなくなったら嫌だからっていう感じで。
そうするとよ、そうするとよ、肩よりはちょっと守備の方が倒したい。レーザービーム、遊ぶ。で、関松来てるけど、来てっけど 30% か。どうするよ。まあいい経験点ではあるよね。で、うまくいけばこいつぶっ倒せるからね。やろう。倒した。もう無理だ、ちょっと次無理だわ。バントアウトコース、ちょっと無理をしすぎた。ちょっとメンタル、メンタルをやられる。メンタルを上げきっちゃおう。一人でも多く。はい、102のメンタルの力を見ろ。ちょっと2人くらい増えた。今回はもうメンタルを当てよう。で、何してた？で、俺も彼女がいるから大丈夫。彼女がいないとやる気が下がる。ちょっとメンタルを開けます、これは。チャンス。で、そこからよ、そこから。トキかー、アシストくれるかなー。ちょっとアシスト狙いで。よし、くれるはくれる。で、打撃開けられない。打撃は開けられないけどしょうがないから打撃練習をしよう。ここって確か回復できるよね。これはね、反対する。体力との勝負だからな、今のところ。で、ちょっと打撃をやっとく。うまくいけばアシストももらえる、ケンシロウから。ちょっときついね。精神もきつい。いや、敏捷もきつい。これ敏捷だってさ、3つ使うからね、総力と。で、総力に至っては集中的に使うから、ここ絶対総力開けたいな。排除、ローボールくれなかったか。よし、メンタルで来てくれてんのはかなりでかい。開けといてよかった。メンタル、メンタルは本当に役立つ。で、こういう何にもない時に、何にもない時にケンシロウかな、取れればでかいんだけどな。減らしておくっていうのも手だよな。体力が次ないからね。ケンシロウ頼む。何のためにお前を入れた。よし、しかもコツまでくれた、ありがとうございます。で、これ血栓いけるっしょ。で、倒すだけ倒しとこう。恐怖満了男。で、筋力ってか、筋力はもうあまりにあまりに余りまくってるかな。あまりにあまりに余りまくってるよね。どうしようかな。4番取っちゃう。110、いや取っちゃおう。古軍、いや敏捷がやっぱり無理だな。ちょっとミート上げ切っちゃうか。102でいいや。600か、余ってんな、やっぱり余ってんな。ちょっと総力だな。ここで全員かけなかったのが痛いけど。4番、そうか、走塁を早めに開けとくのもありだよね。だ、走塁と打撃を最初の方で開けといて、4回戦目とかは
結構きついからあれだけど、もう一回くらい来てくれればいいね。世紀末タッグの走塁が、電光石火とかでねだいぶ使ったからね。あとはひたすらに打つ。センス丸金あればね全然違うんだろうけど、ちょっと走塁開けようこれは。で残り2回でステージマスタックっけ、体力減らさないでくれる、こういうところでが、もうこの2つは諦めるか、どっちかっていうと世紀末タックが来てほしい。というわけで開けます。アシスト、もうどっちかだなこれ。1回寝て、で最後に守備開けよう。守備はピンショポイント入るよね。で700もあんの。いやこれさ全部平均的に上げていくとさ、結局どれも上限アップできないとかそういうオチにならないか。というわけで肩を上げよう。サードだから一応これ。肩は筋力が多めに入るからやっぱり守備だな。走塁に世紀末タッグが来なければ守備を開けよう。ツーアウトランナー一塁という場面、来たー、行ったー、まあ、何はともあれここの試合を勝たなきゃ話になる。てかめちゃくちゃ独身術発動してんな。今日4打点を挙げています。第2球投げた、打った、これは強烈、行ったー、場外。試合経験点としてはケンシロウが試合経験点ついてないからね。ケンシロウが試合経験点あればもうちょい伸びるのに。まあ、贅沢も言ってない、ケンシロウ全然持ってないからね。自力で SR 以上持ってなかったから。ユリアの立ち位置がよく分かんないな。いやだからさ、どうして体力を君たちは削ってくるの。なんもねえわ。じゃあこっち、あっそうか、ケンシロウ敏将60くれる、かなりでかいこれは。で敏将70だよね。から先爆発的には伸びないんで残念ながら。総力無理か、これ無理だな。守備だけ上げるか。これはいらん。一回スカウト3曲上げとこう。で残り2回は練習する。なるほど、まず優先的に打撃を開ける。で次は北斗攻撃に走塁だね。この回のトップバッターは山野、打ちました、これはいい当たり。筋力は多分割と勝手に溜まってくから大丈夫のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面で山野初球から打てた、アウト、かすった。てか1点も入れてねえじゃん、やばい。0対0で迎える5回です。バッターは山野、初球集中しよう、集中してストレートを投球、これから2球目狙う。これはいい当たりだ、いった、もう 2,3 点欲しい。7回です。ツーアウトランナーなしという場面で、しまったしまったしまった、打ちました、初球打ちヒット、ゲッゲッ、ほら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 、やばい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 、得点を上げたい9回です。ワンアウトランナー、これ絶対外さない、あぶねえ。終わりよければ全てよし、人はそう言っている。はい走塁 OK、 いいね。
て、さっきの経験点と合わせて守備上げらんないな、これいかないよね。知ってた。てか技術が足りねえのかよ。抑えてない金徳って何かあったっけ、まあ、不動の4番はちょっと抜きにして取れるか分かんないし。ツーアウトランナー1塁という場面で山野タッチセーフ。第9投げた鶴谷君ってさ、なんで短期なんだろうね。どういうキャラクターだとか、なんか見た目すげえ真面目そうなんだけどさ、実は短期っていう。投げたアウトロー、ボール、敬遠すんなよ。第4球を投げました。きたー、よし俺の勝手となれ。北斗追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁三塁。あまねちゃんも足ディーが結構早いね。点を取られる。第6回消えてったか。北斗攻撃に入ります。トップバッターは山野、今日5打点を挙げています。投げました。入れてこないね。ボール、このストレートだな。第3球、これはさすがに入れてくるでしょう。打ちました、痛烈、いった、7点。いやただ点はあって、2アウトランナー1塁という場面で、あれ今日6打点を挙げて、ピッチャーが変わってた。第2球、いやそんなことねえ。投げました。もう第3球を投げました。これは外に出る。高め外れてボール。第4球を投げました。この進化だな。やはり独身術様様だな。ほら5点も取られてるし。来てない。いや敏捷だな。ちょっとでも敏捷稼ごう。とりあえずこれで守備は乗りました。21、いや2段階は上げらんないな、これ無理だ。ちょっと徳の実を気候風の奮闘取ってない、祝福取って独身。上り上司ちょっと安っちいからいけんな。速チャージも30使うのか。ローボールヒッターとハイボールヒッター勝ち合ってますね。あ、満塁男も取って、意外に取ってない。意外に金徳を抑えてない。怪我しにくさ1だけある。取ろう。え、技術じゃ意外に足りてなかった。やるか。敏捷5だけくれる。いや、やっぱり千丸だね。ちょっと千丸がないと厳しいわ。北斗先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面。ラオウも170キロ、マジ速いからな。北斗リードで、ある程度決めてかからないと振り遅れる。マジでほら初球を打ちました。クリーンヒット、ボールは中継。走ったね。誰、やべか。さすがに足が速い。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で山野、今日3打点を挙げています。ウィスライダー第2球、何キロで落っこってくんだ。ボール、でも145か。結構球速落ちるね。第3球、変化球投げた。ゲッツゲッツになってしまった。8回の裏、北斗攻撃に入ります。先頭バッターは山野、今日はツーランホームランを打っています。入れてきたか。カーブ第2球投げた。打つ、いった、入った入った。さてこっからどこまで伸ばせるか。もう総力はちょっと捨てよう。無理だ。せっかくジャギを入れたけど、まあ金徳2つくれたということでよしとしましょう。ここ1位ゲットでしょ。で40ポイントでしょ。ツボケン成功した。まあ、不動の4番アマネちゃんエピローグくれるんだ。まあまあまあ、タイエースくれんのかよここで。知らなかった。解雇くれるんだ。まあ、経験点的には15,000、まあ、平均という感じで。敏捷はやっぱりもう全部金徳に、金徳っていうか徳能に費やそう。
総力はしょうがない、もったいないけど A で置いておく。高速チャージも取る、恐怖満塁男も取る。バントはな、微妙に技術が足りてないからな。走塁チャンスドロー、だってどこまで伸ばせる、これ S まで伸ばして終わりだな。守備移動取るか、やたら筋力余っちゃってんだよね。で筋力を早めに開けちゃったからいけなかったんだよ。速攻打球伸びとか96、ギリギリだ、ギリギリが取って終わるわ。でインとアウト、守備職人も臨床使わないという意味では逆境もいいんだけどな。そうすると精神がほぼほぼなくならないか、100か。でバント、まあコツあるから取っとく。初球を取りたい気がするね。あ、意外性いいかもね。技術を使わないという意味で、じゃあそうするとちょっと走塁取っとくか。これでもう無理かな。あと1個くらい速攻、これで技術がなくなった、まあ、こんな感じか。というわけで、うん、そうだね、やっぱり走力は走塁練習は開けておくべきだね。じゃないと臨床ポイントが足りないわ。なんか2つ集中して、まあ、打撃を開けるとして打撃とあと何かもう1つ開けておくというやり方がいいような気がする。ちょっとやってみた結果、今更かよっていうのはありますけれども、まあ、ただやっぱりね、あの北斗高校はもうシンプルで経験点出るんでやりやすいはやりやすいですね。であと、カレンちゃんね、まあ、強いですね。これでまあ練習効果30があったらまたさらに経験点は伸びると思うし、エースキラーね、骸骨最後くれるんで知らなかった、もう先に取っちゃったけど、まあまあまあ、あのコツは掴んでたんで別にいいんですけど、骸骨自身で取れるっていうともところもかなり大きいと思いますので、まあ自分はねちょっと多分1ランクしか解放できなかったんで、まあ、復刻したらぜひね手に入れていきたいキャラだと思います。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。